ビデオダイアリー、October the 18th, 2023, by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan. ビデオ日誌、2023年10月18日、林博です。おはようございます。毎日、ビデオ日誌に追いまくられているような、生活になっていますので、今日はですね、仕事を始めていますか。朝一番にですね、ビデオ日誌を制作することにしました。昨日の午後、ちょうど昼食時なんですけども、ワイフと二人でですね、私の自宅から歩いて7、8分のところにあります、サナルコという公園に来て、そしてここで食事をしました。今ご覧いただいている画面がですね、昨日撮影したそのサナルコの様子ということになります。で、この辺りはですね、照葉樹林帯と呼ばれています。照る葉っぱの樹林帯というんですよね。日本でも最も気候が温暖な場所、地域、地帯として知られています。照葉樹林帯というのはですね、日本でも鹿児島湾の周辺と、それから浜名湖の周辺だけということになっています。浜名湖まではですね、私の自宅から車で10分か15分かかりますね。はい。サナルコまでは7、8分、歩いてですよ。歩いて7、8分の距離にあります。で、昨日はですね、昼食時にですね、どっか他へ行こうかなんてね、ワイフが言ったもんですから、ワイフは他の場所を行ったんですけどもね、じゃあサナルコ行こうよ。ということで、近くで、見せて、お会いし、店でですね、お弁当、軽いお弁当を買って、サナルコへやってきました。時折りしもですね、金木犀の香り漂うね、とても素敵な、散歩日和と言いますか、でしたね。ただ驚いたのは、こんなね、素敵な場所があるのにっていうふうに思ったわけですけども、ほとんど人がいませんでした。ですから、ご覧になっているような風景ってことになりました。ただ、どういうわけかわかりませんけどもね、奥の方と言いますか、雨が降ったせいなのかしませんけども、いつもはですね、美しい青い水をたたえているサナルコなんですけども、昨日はですね、どこか濁った水だったよ、だったみたいですね。で、ワイフも、どうして今日の水汚いのかね、なんて言ってましたけども、泥水が汚いっていうのは日本人の発想なんですけどもね、オーストラリアでもアメリカでも川とか池とか湖っていうのは、茶色いのが一般的にはですよ。当たり前なんですよね。はい。日本は川について言えばですね、清流、清流ですからね。はい。話がありますけども、川について言えばですね、やはり世界あちこち行ってみて、日本の川は素晴らしいなというふうに思っています。思うようになりました。はい。それは別なんですけどもね、要するに、昨日はですね、お弁当、食べてね、それで帰ってきたわけですけども、とても、なんて言いますか、美味しかったというよりも、いわゆる気持ちが良かったですね。はい。要するに、こういう状態を、ユートピアというのかな、あるいはアルカディアというのかな、あるいはエリジウムというのかな、さらに言えばですね、エデンなのかな、なんてね、いろいろ考えました。そうした風景をですね、こうして楽しみながら、風はね、それほど強くなくて、ご覧になっている通りですけども、爽やかな風でしたね。はい。で、ここに住んで、って言いますか、浜松市に住んでですね、ちょうど50年超えたのかな、22、3歳の時から住み始めてますので、もうすぐ私、76歳になるもんですからね、52、3年になるわけですけども、浜松市、結果論的な、振り返り、いわゆる、開口的な、印象ということになりますけれども、結果的に見ると、私はラッキーだったな、というふうに思いますね。浜松っていうところはですね、求人、職率もですね、全国一位を今でもキープしてるんじゃないかなと思いますね。いわゆる一人の求人者に対して、仕事の数が多いということですね。それから、私がやはり浜松に住んで50年、半世紀住んでいるわけですけども、浜松の良いところはですね、いわゆるよそ者に対してオープンだということですね。もともと
街道沿いのね、宿場町として、栄えた町ですからね。それこそ、森の石松、森町っていうのはあるんですけどもね、森の石松なんてね、人もいましたからね、旅行けば、駿河の国の茶の香りってね、森町、もちろん森の石松も住んでいたり、というようなところからですね、いわゆる街道沿いの、なんて言いますか、一つのね、いわゆる人間関係と言いますかね、人間を構築していく基本にもなっているわけですよね。ですから、他人に対してオープンなわけですよね。心を開いているということなんですね。ですから、私も50年、振り返ってみるとですね、当初から、住むと言いますね、素直に、よそ者であったわけですけども、浜松市内に溶け込むことができたということですね。そういう意味では大変オープンな、その町だということですね。一歩ね、田舎の方に入りますと、未だにね、古いことを、言ってらっしゃる方もいらっしゃるみたいですけども、この浜松市に関してはですね、よそ者とかね、いわゆる元からいる人っていうような感じの差別、分け隔ては全くないですね。それから外国の人に対しても、大変心がオープンだということですね。はい。ですから外国人の人にとっても住みやすい街ではないかと思います。というか見ますとね、何かしら浜松市のコマーシャルばかりみたいですけども、郊外行けばですね、まだ土地もたくさん空いてますしね、どん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 今はまさにいわゆる成長している街という感じがします。浜松市内のね、工業について言えばですね、あまり元気ありませんけども、ホンダ、スズキ、カワイ、ね、ローランド、ヤマハ、そういう主だったその日本を支えてきた会社のほとんどはですね、この浜松市で育っているということですね。それから先ほど言いました浜名湖っていうのがあるんですけどもね、この車で15分ぐらい、その周辺で湖西っていうところなんですけどもね、そこでトヨタ佐吉もね、生まれ育ってますからね、トヨタが、それから現在のトヨタの方に、移っていかれたみたいですけども、トヨタ佐吉のね、成果もですね、近くと言いますか、ありますね。ですから考えてみれば、日本のね、工業を支えてきた、その中心地ということになるわけですね。ですから、浜松の方っていうのはですね、いわゆる工業に対する、その思いやりっていうのはおかしいですけれども、やっぱり工業関係の人が力を持っていて発言権があって、この辺の言葉で言えばですね、威張ってますね。ですから、工業高校っていうのもね、かなり優秀な工業高校もありますしね、かなりというか失礼な言い方ですけれどもね、そういう工業の街だということです。ですから、活気もありますね。それから、物を作るってことについては、やはりちょっと違った他の県、地域とは違った意識を持ってらっしゃるみたいですね。例えば、今現在、50代、60代の人と話していてもですね、物を作る、いわゆる工業的な仕事についている人は、逆に今度はですね、文化系の人たちをガンとね、下に見るって言い方はおかしいですけども、そういう感じに位置においてですね、いわゆる市の交渉じゃなくて、公私の商って感じでね、工業を先頭に置いているような、そのプライドを皆さん持ってらっしゃるみたいですね。そこをちょっと理解しないとですね、いわゆる浜松というのはそういう型に、気質を持っている、地方なんだなってことですね。はい。それから言葉もね、聞き方によっては、乱暴な言葉なんですけども、ポンポンポンとね、ものを言う。というような言い方をするわけですけどもね、そういう意味でも、心がオープンだということですね。いわゆる言いたいことをズバズバさつけつけと言って済ますっていう感じですね。裏がないということです。私のワイフなんかもですね、浜松生まれの浜松っ子ということもありまして、言うことには、いわゆる裏がないと言いますかね、言ってる通りの人間だということになってくるわけです。私はやっぱり比較するときにやはり岐阜県のね、山の中の町で育ったという部分もあるものですから、いわゆる本音と建前っていうのをですね、巧みに使い分けて、人間関係を作っていくわけですけども、
ハマースの人っていうのは、その比較論、あくまでも比較論ってことになるわけですけども、そういうことはしないんですね。いわゆる腹で裏がない。いろんな言い方できると思いますけどもね。いわゆる、まあ、そのままストレートに、その、いわゆる人間性っていうものがですね、表に出てくる、まあ、地域っていうことになるわけですね。ですから、まあ、その、もう少しこうね、柔らかく言えないのかなとかね、その、ってことになるわけですけども、そういう系統っていうのは、言葉の中にもないですね。ですから、まあ、ある意味で、聞き方によっては乱暴に、当初はあんまり、私もね、馴染めなくてですね、戸惑ったこともあるんですけどもね、まあ今はですね、そういう中にあってですね、その、なんて言いますか、自分をさらけ出して生きるというような意味におけるオープン性というのは、やっぱり浜松、大変こう、はい、住みやすい場所ではないのかな、というふうに思います。まあ、さらにこの西側の方からですね、東の側の方を、見ているところです。これがサナルコという、まあ、現在はサナルコ公園というふうになっていますけどもね。まあ、そういうところです。今日はですね、簡単に浜松市の紹介をしながらですね、ビデオダイアリーを終わりたいと思います。まあ、この後、まあ、車に乗っていってますか、車をゆっくり走らせてですね、帰宅したわけですけども、その時の場面を見ていただいて、見ながらですね、ご覧いただきながらですね、今日のビデオ代理をここで終わります。では、ここで失礼します。バイ。
YouTube is an American online video sharing platform headquartered in San Bruno, California, founded by three former PayPal employees, Chad Hurley, Steve Chen, and Jared Karim in February 2005. It was on August 25th, 2005 when I, Hiroshi Hayashi, first published a video on YouTube. The history of YouTube was my history itself. YouTube がカリフォルニアのサンプルノで生まれたのは2005年2月です。私が最初にその YouTube に動画を発表したのが2005年8月25日のことです。YouTube の歴史は私の歴史そのものでした。広志林、HMS City Japan。ビデオ日誌2021年11月15日、林博史です。こんにちは。昨日ですね、ビスキーチャンネルさんという方からこんなコメントが届きました。何でもですね、私のチャンネルがですね、発行動画数でかつて世界ランキング1位になっていたというのです。世界ランキングでですよ、1位になっていたというわけですよね。で、早速そのなんて言いますか、ランキングの表をですね教えていただきました。それが皆さんにこれからご覧いただく世界ランキングの表ということになります。で、2005年の4月からですね、 YouTube がですね発足したわけですけども、で、私が登場するのはもう少し後なんですけどもね。で、私より2ヶ月先にですね、日本で最初の YouTube の動画がアップロードされていました。まあ、それはそれなんですけども、2005年7月ですよね。この頃はですね、まあ、5、6本出せばですね、世界ランキング例えばですよ、20位以内に入ったわけです。まあ、それくらい YouTuber の YouTuber って言いますかね、利用者が少なかったということですね。こうして見るとチャンネル登録者の数もですね、全世界で200人いなかったということになりますね。で、ここで私、林博史が登場します。2005年の9月です。トップランキングの方でも146ですか、そんなもんですね。で、ここで第10位に浮上します。まあ、2005年という時代はそういう時代であったということですね。日本向けのそのなんて言いますか、サービスが始まったのは2007年だそうですからね。ですから、まあ、この頃はですね、アメリカって言いますかね、英語で直接申し込んで、いわゆる当時はですね ADS 通信でしてね、もう時間がかかると言ったらありませんでしたね。まあ、その辺が不便なところでした。それからカメラの性能も悪かったですね。それからまあ、いわゆるビデオ編集ソフトも性能が悪かったですね。まあ、レンダリングっていうのをしたわけですけども、それにもやたらと時間がかかったような記憶があります。で、林博史が徐々に浮上してきました。現在5位ですか、まで来ています。まあ、200何十本かでね、5位、4位っていうわけですからね。まあ、今から思うと本当に YouTuber っていうのは少なかったということになります。ここで第2位に浮上します。第2位に浮上して、徐々に追い上げていって、まあ、この頃ですね、こんな統計が取られているとは知りませんでしたからね。ですから私は全然そんなことは気にしないで、当時はマイペースで動画を発表していたわけです。そして2006年の4月に第1位に浮上します。
まあ、第1位というのは気持ちいいですね。世界ナンバーワンランキング第1位ですからね。で第1位になって、まあ、下から追い上げられるようになるわけですけども、まだこの頃はそれほど YouTube っていうのは知られていなかったみたいですね。私が第1位 で下の方を見ると77本出してるとかって、まあ、そういう数字が出てきてますから、全体でも、まあ、なんか1000本、全世界でですよ、1000本の動画ぐらいしかなかったってことになるわけですよね。1000本ですからね、考えられませんね。今の YouTube 全盛期といいますかね、のこの時代から見るとですね。で第2位がだん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 追い上げてきます。まあ、いろんなサイトがありますけど、今現在はですね、とにかく漫画っていうのが多いですね。漫画、これはあのどん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 、まあ、こうしたランキングが移動したり変化していくわけですけども、まあ、いわゆるものになってますかね、背景に似てますか、バックにその企業が入ってきたという感じでですね、この辺りから、まあ、そしてどん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 追い上げられてきます。でもまだトップ1位をですねキープしてます。で8ヶ月間、私ねこれ計算してますと8ヶ月間ね世界第1位をキープしました。で2006年11月までですね、8ヶ月間です。で第2位に転落します。まあ、全然そのね1位を狙って動画を出していたわけじゃないんですけどもね、この頃はですね私の幼児教室の様子をですね毎日アップロードしていました。まあ、子供たちを撮るというよりもでね、もう私の教室そのものをですね教えている風景を毎日のようにアップロードしていました。それでまあこういう数になったわけです。まあ、このあたりまだかろうじて第2位をキープしています。まあ、こういうこと分かっていればですね、まあ、もっとね動画を発表したと思うんですけども、当時はですねとにかく時間がかかりましたからね。先ほど言いましたようにカメラの性能も悪いですから、ですからなんていうか画像もね鮮明じゃないし、そのいわゆる画像処理ソフトもね、まあ、今では比較ならないほど良くなかったですね。はい。でレンダリングにも時間がかかったし、今度はですねアップロードするのにも時間がかかりました。10分の動画でそれこそ1時間ぐらいアップロードに時間かかったような気がします。まあ、記憶ははっきりしてませんけれどもね。で、まあ、私のようにねこのビデオ編集ソフトで編集してから出すという方はまだこの当時はほとんどいらっしゃらなかったと思いますね。動画をそのままそのぶつけるようにその発表なさっている方が多かったような気がします。で、まあ、5位ぐらいに転落してきました。まあ、こうして見ると、出ますかね、繰り返しになりますけども、分かっていればね、もう当時ね、こんなふうに、まあ、記録が取られていろんなとということが分かっていれば、もっともっと馬力をかけてね、発表したと思うんですけどもね。で同時にですね、当時はですね、その YouTube 社の方にね、まあ、メール、コメントを書きますとね、直接こう、返事をいただいたりね、ということをしていたわけですけども、まあ、私の印象としてはですね、YouTube の方っていうのは親切だなというふうに思ってました。まあ、その理由がですね今この表を見て初めて分かりました。でごく最近までね、まあ、直接 YouTube の方からいろいろ教えていただいたりね、アドバイスいただいたり、まあいろいろとね嫌がらせがあってもですね、直接その YouTube 社の人からですねこうこうこうですよというような連絡をいただいていました。まあ、その理由もですね、こうしてこのランキング表を見ているとですね、まあ、そうだったんだなという、まあ、印象を持っています。で、2008年ですね。またこの頃、いろんなね、教育相談であるとか、子育て相談であるとかね、いわゆるまあ教室の、私のね、幼児教室の様子をですね、まあ、アップロードしていたもんですから、それなりに数は増えてますけども、一番上のようにね、まあ増えるということは、まあね、それはあの YouTube の場合はですね、たった2分の動画でもね1本ですからね、あるいは30
分でも1時間でも1本ですからね、まあ、その辺を、まあ、いわゆるまあ時間数にすればどうかな、今でも時間数にすればですね、私トップ10に入れるんじゃないかと思いますね。いわゆるアップロードして滞在時間って、滞在じゃなくて何て言うかな、その動画の時間数 何百万時間とかね、そういうふうにすればもう少し記録が今でもひょっとしたら10位以内に入れるんじゃないのかなと思ってます。さらに動画の質ということになりますよね。いわゆるまあどういうのが質が悪いとは言えませんけども、逆にね、質のいい動画っていうのはありますからね。私が見ていてもいわゆるもなってますが、手間暇かけていろいろ自分で調べてですよ、パクリじゃなくて自分で調べて、そして動画を発表しているというような意味で質のいい動画っていうのもあるわけですよね。一方そうでない動画も多いということです、内容的にもね。ですからまあ何とも言えませんけども、まあ、質の高さでランキングをつけていただいたらですね、かなりいいところまでいくんじゃないのかななんてね、自画自賛的に評価しています。まあ、要するにこれで約37ヶ月間ね、10位をキープしました。今矢印のところに私がいます。ですから 3年と1ヶ月ですよね、第10位をキープしました。何かしらね、あの頃の自分が蘇ってくると同時に懐かしいと言いますかね、ああそんな風に頑張ったんだななんてね思っています。もちろんあの記録を取るためにね頑張ったんじゃありませんけどもね、結果として今日、このようなね動画あるってことですね、リスキーチャンネルさんという方から教えていただいたもんですから、まあ正直言って嬉しかったもんですからね、まあこのような形で記録が残っていたんだなんてね嬉しかったですね。ということで、まあ今日は2本ビデオ代理を出しましたけども、楽しんでいただけましたでしょうか。それでは皆さん、さよなら、バイ。